皆様こんばんは。今週も定例配信会の時間が参りましたのでやっていきましょう。9時から、まあ、いつも通り歌手大会を予定しておりますのでよろしくお願いいたします。それまでの試合の様子お楽しみください。
Walking! Walking! Walking!
やった。Thank you.
Thank you.
Yeah!
はい、こんばんは。あ、今日は好きなソニックが第50回。そうです、私はセロテープです。第50回、すごい。第50回を迎えた試合で、なんか関係ない大会も混ぜながらの1年ちょっとかかって金子杯とか、そういう日本浦和っぽい。そうそう、なんだかんだで50回。はい、じゃあ配信台の試合最後にしていただいて、なんと第1試合がエクスパーさんとヌルポガさん。ヌルポガさんいるんですね。投げてヌルポガさんいらっしゃいますかね。エントリーしてあるからいるんですよね。あ、これ、これ、あ、どうも、あ、どうも、ヘテタカシテンです。やられる方も。第50回、四季の細道で始めたいと思います。第1試合、OK、あ、ちょっと待って、このまま、始まります。はい、やっていきましょう。これマイク入ってる？入ってる、入ってる、入ってるよ。じゃあこのまま、じゃあやっていきましょうか。はい、どうぞ。スピーカーがエクスパーさんと、スピーカーがはい、エクスピルーター S 戦、まあ性能的にはやはりあのシンク持ってるエクスピルーターの方がいけそうな気がするんですが、まあ、やはり波動の光色が少ない剣が動きやすいところもありっていうところでしょうかね。で、エクスピルーターはい、そうですね、まあ基本的に読めないスタイルを確立する、まあウラリスキーさんみたいな、そんな感じですが、エンダイティックからぶったところに真空をぶっちゃって、さあゼロドット空中ださらき、ここから壊しからないで、これは熱い、どうなる。さあチキンレースの始まり、ここからエクスパー、あー、ドーのモーションが出たのはヌルポガさんの S 戦だった。あのね、気まずい場合はね、もうね、打ったもん勝ちなんで、もう止まれたらしょうがないっていう、そうですね、っていうのはありかなって。さあ、ここは近づいて何もせず、さあ、波動波動で攻めて、しかしバックジャンプで先でゲージを回収。さあ、ダイヤスとアイスは OK。 さあ、ここから暴走が続いて、ピヨって、あー、それはあかん、これまだあるぞ。あー、シンク吐かせて、これは美味しい。さあ、さあ、エクスパーさん苦しい、どうする、どっかで飛んできそう、やはり飛んできたが、ここで第5者のところに一足合わせて勝ったな、ヌルポガ。シャリューリュー、シャリューリュー、落ち着いた試合展開ですよね。皆さん素晴らしい。次にシャルさんがどこからを出せるかですね。そうですね、いや、トマトさんはその次です。はい、さあ、なんだかんだ今日もどれくらい来てるんだ。もう15日かけてる、すごいな。まあ久々のデータなしですが、やはり環境はいいですね。この静かな感じ、僕は好きです。そうですね、かなり、ね、50回目を迎えておりますね。あ、シャルさん今日は、シャルガエルですね、硬いですよ、シャルガエル。さあ、TBS、 あーっと TBS からの TBS アップと、
さあシャルさんのトニックの回転が遅い気がするが大丈夫なのか。さあこの前になると S 点かなり含有利。さあ波動波動で押しまくるが、こんなところはエンダーキックで落ちないが、しっかり中足でフォロー。さあ今のは落ちない気に。さあリングサッカー、これはさすがに TPQ の阻止。ここから裏剣が入る。さあちょっと温まってきた、シャルガイド。さあこれはなぜか踏んでしまう。重なって、おっ裏バウンド、このままこれはうまい。さあなぜか飛ぶ、昇竜まで剥がしてサブで裏剣入って、ここからどうする。さあヌルポザさんがちょっと攻め上げてくる感じか。さあここはおわーっ出ちゃった。しかしさあどうか、この体力ならアントビー強かった気がするが、6ドット以上はあったのでね、アントビーして動かしても良かったのかなっていうダブルパワー。さあ中圧さんもさあこれは裏手に勝って、さあ今のは TBS 回 TBS 裏切り。さあここからこれはあ TBS TBS からのマジかな、 TBS に入社を考えないことはおられてますが、デバイタックス。さあ、ヒットも乗りましょう。さあ、これはリフトの時です。あーあーすごい、惜しい。波動波動で良かった気がするが、逃したかったからは惜しかった。さあ、ここで友田さんが登場。次、ネロさん、スタンバイよろしくお願いします。さあここで友田バイソン、ガイルバイソンはやべえの。あーあと今はまじか10番サとかやろうとしたらちょっと止まってみようとしたが、お願いしますかなりでかい。さあまずはため前に体力を取りたいのか。さあここで溜まってしまう。さあここまでよくないのか、止まらないのか。友田バイソンはここはもっと動ける、ここは冷静に中タイプ。なるほど、バベル様読み出ましていたと。確かにクレイジー2回出てるまでが無敵ですが、バベル様は2回目のあの様ができるまで一応できる。さあうまい、確かに。さあこの時に当たらなかったのはトリック取って、ここはアンコリでしっかりとリエージを回収して下げるが、さあまだバイソンするか、危ねえの。さあ10が入って、しっかりロング。わー TBS ダビー開始、うまい。さあやばいやつ当てない。あー冷静者勝ちらしい。今の出たら勝ち確でしたね。さあギリギリ寄ってくる、バイソンの足の前でも。さあここはやばい猛攻が。さあスタマチータが高め当て投げる、なんか使い3ポイントそれ。さあまだディベートしてくるし、あっ立ち中盤かバイソンの先頭にグラウンドがぶつかって、さあネロさんがちょっと青い顔しながら入っていく。続きネロさんのガイルと田中さんのバイソンですね。さあガイル連戦ですね。ネロガイル。さあ開幕者が見たシーン選択。さあ上から乗っかられて、まだ大丈夫でしょう。タイルネイルをしっかり生かしてよく待った。しかし猛攻止まらぬ。さあ裏回りパターンうまい。しかし裏
らしているぞ。あーガードをやった。ここで中島さんがホンダなのかガイドなのかどっちなんですかね。まあちょっとわからないですね。あ、ガイル。さあ本職ガイル3年生。さあ開幕の打ち合いたいがバックコースでダメージアップしました。さあやはり雑草にね相手を引かずにさあ、砲台着地に投げ返すことができない。下がるし、はい。おー、いい投げ。さあ、コントリックのデリバリーに当たって。え、よく当てた。よく打った。さあ、これは中島ガイル超冷静。結構勝負だ。さあさあこれは美味しい展開か。ワイルダーが7位外に美味しい展開。さあ裏手返しちゃうって。わあこれでいけ。あと今からこれは一曲扱いか。うわあこれがトーマさん最後中足出したの見てからクレイジーでした。ライズンウィンラウンド3ファイト。今の前歩きは何か匂った気がしたが、さあやはり本職の下勝ちたいか。危ないぞ、グラウンド入って。あーこの2着が超いて減る。あーダンパンチ。さあここで中さんが本田かな。あーえ誰しも伸びるやつ。中さんとダンスの中さんのダンスね、ロビーリアス。さあグラウンドぶっ飛ばして。さあ開幕からやりたい。いやいや、やばい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 。おあぶい。おうまい。マジか今のこのコンボの障害だな。さあこちらフラットと今のはあれですね、芋掘りが合うシーンですね。フラットは確かに弱くなってないんですけど、ゲラワダーとは使えないとちょっと弱いっていうことが分かってるんですね。おっおっほほほ。さあ、危ない危ない危ない。よくフラット打った。フラッ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 。ああこれはあかん。今のはもし垂直ジャンプしちゃったらゆるどりで逃げるっていうのが一つの手段だったかもしれない。アルティングマン久しぶりです。さあここでロードさんの差がと、ボックスに向けて S 差だと S 差だと青パンダ。いけ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 。あえーよ。早い早い。なんだこれ2回ピオ多い。2回ピオはやばい。さあロードさんが矢口まり状態に陥るのか。やばい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 。はいはいはい。ヘッドもう一回ビオで。ビオ2回かける2の PP。 やばい。さて俺ビオ。さあ次はヒデさんがチュンリー。
ダーチュンリーと高田さんのバイソンですね。はい、さんの配役のフレンズです、はい、これどうなんですかね。エアコンコーナー分かってますね。それで投げる、うん、強いキャラじゃないですか。そうですよね。スタモンの性能に当たりよくないんですけど、弾があるから楽しいゲージできそうなのは知っていない。チュンリのこのジャンプ中キックが非常にバイソンにとっては厳しいのかなっていう感じですね。ねえねえ、あーすごい。これでヒデさんが勝ちまして、次が山本さんですね。山本さんは どれですか。どのキャラですか。チュンリーですね。チュンリーチュンリー有名ですか。黄色い方が山本さんで、なんで赤プラサキっぽいのがヒデチュンリーですね。わあヒデさんすごい。殲滅客はやはり強いですね。そうすると飛行機がなくなるので歩くしかなくなる。そうなってくるとやっぱり先にサミトマーは冷静に飛行機から対応できるようになってきます。いける。9かすっごい処理を発揮しておりますが飛行機踏んでしまう。背中から投げる投げる。次俺だ。頑張ってみます。次はタスコシさんですね。あ、ボッチンです。さあ、ヒデチュンリーとタスコシさんのリュウですね。中足機構から始まる竜巻を落としていく。100%のバリアが強い。これが取って2段からここを重ねて、さあここに寄らせて3段しっかり。ラストステップはヒデチュンリー。スポーツファイヤー、こっちを浜の打ち合いから中足の外からファイヤー、ここで焦がしているが一目にいけなかった。対空処理、ラリスガード、対空処理拳、台で撃つ。さあ、弾の回転はどう考えてもリュウなので、まあ、弾打ち続けてればいいやと思うんですが、ゲージの回収量がやはり違いますので、さあ、対空、しっかり転送逆、機構を重ねて、中足、飛行拳、飛行拳、一人がの状態、逃げられない、この状態は、すぎる。さあ、どの隙に大パンチ、伸びた、お手製に当たっていた。小江戸さんです。全く分かりませんでした。さ次が小江戸さんの、おおお、小江戸さんのオパ、これはこれは注目。これが中エスナガの小江戸さん。ヒデさんがもう早い。すごい。おお。この人はチュンリー側がとても辛い。確実な。すごい。エスタガが応援されている異常な光景。絶対ないですよ、こんなの。さあ上からガンガンかけていく。すごい。投げる。
かないのね、次1回ダメージ、ぴょんぴょん飛んでくるよ。タイガーショット、タイガーショット、タイガーショット、ナイス、ナイキック、ナイス、ジョト。すごい。サーベースって、チムに使ってそれ言うか。まずはいいですか、交代か。タイガーショット、タイガーショット、上から。アスレックには、タイガーショット、パンチって形、アッパーアッパー。タイガーショット、タイガーショット、スキーマー、タイガーショット。全部タイガーショットで何とかなってるぞ。飛び込みから飛び込んで距離を離してアーパーカット全滅かはいヒデさんが非常に危険な状況完全に良くて頑張ってもう一回全滅を試すしかないそれを食べてワンチャンがあるかどうかさあ、さあこれでない残り14秒なったのは超えないですね次が、セロテープさんですねセロテープさんですねさあ、セロさんが一人目はリュウああ、リュウですねヒデさんお仕事、マイクがやらないんですめっちゃ変おーしかしやっぱかさあお互いに技がなぜか出ないかさあ上回がいやいやもうこれこれはなんというか言葉が出ないですねいや、ひどいひどいひどいあーひどいこれはおー、今見えますね切られるしかも超は減るあー、これは嵐ビッグパターンあー、うまいあー、今見えますねあー、素晴らしいいやー、強いうーん、ね次がヒカルさんですねヒカルさん、はい、小出さんの青パンは初めて見たと思う見てるんですけど強いっすねめちゃくちゃうさあおーむりおおお恐ろしい。やばいやばい。さあ何か大事なことあるの？ああ、そうか。ああ、確かに。いや小枝さんのエッサが先ほどから見てるとジャンプショーキックのタイミングが絶妙というかやっぱり素晴らしいですねさあ次はグッチさんのグッチさん何のキャラを出されるのかああこれは注目ですねおー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 おお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 お
次はアオサイさんですね。アオサイさん、ザンギーですかね。なんかね、アンケート取ってましたが、理論上のダメージが高い感じの方がいいんじゃないかっていう。ああ、ですよね、そうですよね。実際どうだろうっていうふうな、でも実際最初に言ったねみたいな、いろんな意見があるんで、ね、そうですよね、これ注目ですね。1回1回のダメージは、確かに感じの方が増えちゃう上なんですけど、突進をこうやって潰したりとか振ると、ああ、一気に、おお。あ、うまい。これはどうなの？あー、あー、おー、これ青サイしてるんですね。2発入れて、延滞感を追い取ってからノッキーっていうのが青サイスタイルなんで、はい、さあ、コンパーで止めて、さあ、まだ、あー、画面中央だと、あー、グラフが痛い、おまい、さあ、これね、なんとかグラフがあるので、さあ、これ、あー、あー、これは危なかった。今のは、さあ、ここでハルキングさんが、はい、多分、ホンダ、ホンダですかね。さあ、ハルキングさんが、まあ、ホンダですね。あ、ハルキング、ハルキングさん、アルティングさんって、あ、こっちの方、行きますよ。あ、まあ、こっちの方が遅いから行けないと思います。じゃあ、これは、さあ、ぶっかかって。あー、アルティングさん、この、そう、この辺のプラスの、うまいんすよね。そういう状況は、これは厳しい。あー、やばい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 、ゴチゴチ、ゴチが、うまい。しかし、こっからグッチバイソンの逆襲がスタート。わー、これはまだあるぞ。あー、一回で2。おー、見事でしたね。有名エクスパーさんですね。
隠れないが、あーやばい、おまだあるぞ、うわー水に寄ってくる、怖い、おー今の前ハルキンガーさん素晴らしいですね、うん、さあヌルコガさん、うんうん、さあハルキンガーさんが気合が入った感じか、上着を脱ぎまして次は2人目のヌルポガさんですね。さあヌルポガさんの S 剣とシャスタートしゃがみチューパー波動、おーいいっすね、今日のヌルポカさん動き素晴らしいっすね、いいっすね、波動で、ハルクで、あー、これで投げて、よし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 、おー次が、シャルさん、シャルさん、シャルさん、ベガ、おーガイルベガじゃないか、さあアルティングさんの本体ベガはちょっと少ないんじゃないか、しかしベガが入ってしまったシャルさん、これも奇遇みたいなんで、ヒデさんのマイクがちっちゃい、え、マジですか、あ、あ、あ、持ち替えました、さあここはダブル2、あーブルブルブル、さあまだなんとか保っているが、本当に、おーこれ美味しいやつ踏んでダメージ回収、さあ最大いいですね、通常技3、4段これはさすがにベガペースでしょう、さあこっからどうなる、あれなんかまた音が小さくなってる気がする、さあやばいやつ、気のせい、さあおいしょ入ってどっち、うわーピオラされて、あっ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 、やってしまったデスノートに自分で名前を書こうとしたら相手に書かれていたっていうスタイル、さあこのカードはさすがに本当有利であるがシャルさんがかなり我慢している、さあこれ美味しい、どっち表、あーやばい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 、おいしょまで入ってどっち、おうまい、さあどうすんの、表アントリーから、あー投げに行ったところはおいしょで刈られて、あーこれはピオリチ惜しい、あるよ、あー日本の相撲なめんなと、頭の判定増えんだぞと、さあ踏んでこのダメージを守りたいが守れない、これが本田です、さあ美味しい、どっち、あーやばいやつ、どっち、あーはいはい、あさあダブル2がかくって、あー相打ち、まあまだワンチャンある、手前落ち、
うっ、あー、さすがに厳しかったか。レロさん、さあ、ハルキングさんが4連勝。ハルキングさん、プライハルですね。ハルキングさん、圧倒です。このジェフ戦がだいぶ汗かいてます。さあ、ネイロさんが、あー、怖い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 。さあ、TBS やばい、あー、やばい。女の可愛がり、しかし投げ気味なし、これは美味しい。さあ、ネロさんの回になるか。 TBS は阻止、うっ、あー、出ない。 TBS、 おー、これはさすがにダスト。ネロさん冷静、そうですね。さあ、今の前は落ちない飛び、よくソニックを打っている、我慢している。あー、やばい。あ、見えねえ。ピヨってない、運がいい。あー、ピヨらされた。まあしょうがない。この辺はもうホンダとよくやってるかどうかというところが結構大事になってきますね。あー、やばい。お、よく投げ返した。アッパー、あ、やばいやばいやばい、オッケー。さあ、完全対応中だが、あー、TBS やーる、あるぞ、バックコマット。あー、やばいやばいやばい、これは我慢した、よく我慢した。あー、やばいやばいやばい、あー、刺さってしまう。惜しい。中島さん、あのは、ハルキングさん見事でしたね。次が中島さんの、さあ、中島さん久々に会いましたが、なんとイメージチェンジしております。今日の俺は違うんだぞと。そして迎えるはホンダ、ホンダの同キャラ。さあ、この対戦わかんねえな。さあ、待っている。お、削って削って待っている。どすこい。さあ、こっから、さあ、ぶっ刺さった。これは厳しい。うわーい、ねじ寄ってくる。これがハルキングさん。相打ちは、まあ、これは中島さん狙った感じか。相打ち、まあ、やはりラウンド取られてる側がやはりかなり攻撃力高めになってますね。さあ、相打ちの連続だが、ラウンド取られてる、取ってる方は割に合ってない。これはまあしょうがない。まあ、こっから5分になるので、どういう読み合いしていくか。オカマがしょっぱな入って、やばいやつ。うわー、いや、厳しい。どうすんの。うわー、厳しい。あー、待っている。ハルキングさん6連勝。中さん、中さん、ハルキングさん気合がすごいっすね。キャミーはやばいっすね。7回くらいあるんじゃないかな、わかんないですよ。うまい、フリが入って、こっから、あー、あれは難しいやつ。どっこいは隠る。キャノンよく出した。フーリガン、これはキャノンスパイク。
ね、なんて書いてあるかね、見えない、ここからさあ、これはやばいやつどすこい、やべ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 、ひどい、かわいがりもいいとこ、大張り手大張り手、どすこい、ひどいな、これがキャラサパワー。さあ、相打ち見合ってね、いや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 、ジューシージューシー、あー腹ばい、完全に矢口まり、ロードさん。さあハルキングさんがなんと7連勝中、もはや止まんないんじゃないかこれ、もう俺チュンリーじゃないし、あでも次台本どうだろう、わかんない、まあとりあえず見ていきましょう。さあ青パン2回目、さっきは TP のさらにピオラス2回連続、しかし今度は冷静なロード下がったが噛み合う、あーやばい、あーガードは、おーおーおお、危ない危ない危ない、あー噛み合っちゃった、明日タイガー見てからかな、わかんないな。さあ膝が入って、さあやっと出た、こっからだと、おお、わあ相打ち、わあよく打った上タイガー、そもそも来そうだったが、あおお、あーやばいやばいやばい、わーあ、友田さーん、ハルキングさんの勝負際がすごいうまいっすね、うーん素晴らしい、いやーこれヒデチュンディに変更したいわ、これ友田さんが龍ですよ龍、さあここで友田さんベガだが相手はホンダ、ちょっと苦しいか、相打ちで、あーダウンはやばい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 、もう待てるんですよこれで、変なことしなければ、あー裏に出る厳しい、あしかしめくりに、おほほ、しかしこっから撫でて死ぬ、おーさすが DI が入ってますね、あーね、このブラック企業をね使ってる人たちね根性値高いんですよ本当に、ブラック企業、さあ行って行って、さあこれはこれはどっち、よくガードした、大いちょが仕込まれている、コメントにヒデチュンリー見たいとコメントが書いてありますが、残念ながらヒデは龍です、次はさっきチュンリー出ました、エスタガに待ちました、さあにじり寄ってくる、やばいぞどっち、ロッカーとしてこれは確定はない感じか、あー行ってどうなんの、おー投げ返した、投げて、あ知られ、さあ満身が出たか、トモトさんこれはどうなる、まだ時間はある、あーやばい、おマジか、あれ投げで知らないな、やばいですよね、うん、あ、さすがですわ、友田さんレバー離しないというのはさすがです、なるほど
次は山本さん。さあほぼ山本チュンリーがほぼ山本なのか本名は一体何なのか。ほぼ山本ってことは山本ではないのか。にわかわからないがほぼ山本出ていきます。円柱パンで対空新しい。さああれは強いですね。あれ一方的に勝ちますね。さあ自分から矢口になっちゃいけない。なるべく飛行艇をクラリオ。やばい。あー運がいい。あー落ち落ち落ち。あーあー運がいい。あうあー飛行艇。あーやばい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 。あー怒涛の攻めが。さあ大百列が強いんですこのキャラ。2フレームごとに下と上が移動するんだったかな確か。超強いですね。危ない危ない危ない。その距離は危ない。飛行艇。おー運がいい。あー運が良くない。あーこれやばい。払わい。あーカラジャンを一応あそこね、チュンリー使い盲点なんですよ、完全に。1年ぶりに戦うぞ。やばいぞ、ハルキングさんが10立て中だぞ。やべ、俺チュンリーで出たいんだけど、チュンリーで超出てマジっすか。なるほど。さあまさかの火でダブルマイクでございます。なぜか2本持っています。謎現象です。さあにじみ寄ってくるハルキング。さあ昇竜タフトシ竜がやっちまうのか。波動拳。おーうまい。マイルオパーク炸裂。いい反応してますね。いいですね。波動拳。あ、おいしい。あ、おいしくない。よくしゃがしを振った。さあ、おそらく本田戦は鬼のようにやってるでしょ、ハルキングさん。本田戦をやってんの。間違い逆だわ、竜戦だわ酔ってるか。いや、酔ってないてあー、厳しい。めくられて、コパンからのオイチョ。オイチョがおそらくガード仕込みの話入力してるはずだと思われるので、まあ何やっても厳しいっていう。さあ厳しい。打っていく。まあありですね、あそこは。波動拳、こっから。うわー溜まっている。そしておいちが入って、いやー厳しい。じゃあひでりゅういきます。ひでりゅうに勝ち目はあるのか。あ、さあここでヒデさんが、あ、そっか、ヒデさんも竜。ヒデさんが、どうすんだこれと。はい、こう下の竜。さあ、どうなる。ヒデスパーヒデスパーと書かれていまして、ヒデスパー、これはいけるのか。ヒデさんが降りた。お、竜巻で返していきます。大剣抱えて竜巻で。なんかタケコプターか何かこれ。ヒデコプターとか言ってもいい。おー大丈夫そう。投げる受け身がない。シンス中国スゴミが。惜しい。曲がってるだけじゃないですか。ヒデスパスの方終わった早い。これでハルキングさんが11連勝。さあハルキングさんが11連勝。やばすぎでしょ。ヒカルさーん、ヒカルさ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 ん、ここで
鶴さんがここで分からしてやるよと、ここでザンギーで、分からしてやるということで、非常に注目ですがどうなる。あー神子が12連勝ですね、やばいですね。これは頑張った。さあ3本目、これは十分あり得る、あり得る展開。あー見ててお互い5番連打してるか。いやーこれは厳しい。これは予想外のダメージ。怖い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 。頑張れ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 。おっ、あー、なかったー、しょうがない。恐ろしい。これでハルキン13連勝ですね。さっきから見てるとハルキングさんは試合の際の攻防のドスコイが非常にうまいというか、その辺が素晴らしいですね。びっくりしました。さあここでヒカルさんが次に出すキャラが何でしょうか。さあヒカルさんが竜、ヒカルさんの竜。さあ開幕勝利、素晴らしい。あーやばい、ガダーさん、あーやばいやつ、テクニック投げたネイル。あー起きます。恐ろしい。開幕波動拳、波動拳から張り手で画面を引いたわ。いや、スエスエス、うわー厳しい。14連勝。おい止まんねえぞこれマジで。次は小江戸さんも、小枝さんのベガーですね。さあまたベガ対ホンダ。お茶かくって、ここから大ハリスに削りすぎだわ。やばい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 。おっ、難しい。おー、奥も素晴らしい。本当はバッチリやりますね。ベガーね、めくって殺さないとダメなんですよ。めくって10割ヒットしないと終わるんで。おー、投げた、投げかけた、これ欲しい。あー、やばいやつー。遅らせ、ヘル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 。いやいやいや、削り違いて。あー、これはしょうがない。さあここからどうなる。あーやばい、めくられて、おー下段、おー下段。さあこれはワンチャンあるぞ。どっち、いけるか。表ガード、まあさすがに今の表見えますね。あーやばい、逃げる。あーこれは
ですね、レガーやりに行くしかない。あ、お、まだあるぞ、これは残り20秒。うわ、あー、コパンが置いてある、恐ろしい。さあ、次は青サイさん。青サイさん15連勝これが 6.5 だったらやばいさあ、しかし、あー、追い付けが仕込まれている。いや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 怖い。いやー、何もできねー。さあ、小関さん16連勝。一周目ラスト、小関さんですね。これ優勝ですわ、さすがに。さあ、ここで小関さんのブランカー。2回目。さあ、グッチブランカが登場。噛んで、結構噛んだぞ。いや、いてててて削って、なおかつ画面端に押されて超痛い。さあ、あるのか。いや、仕込まれて厳しい。しかし、これは美味しい。おー、素晴らしい。グッさんが冷静だもん、これ。おー、美味しい。うまい。あー、確実に追いかけてくる、頭。体力が追いついてきた。あれ？あー、なるほど。さあ、最終ラウンドは、あー、これはピオリッチ。いけるいけるいける。開幕4割は大きいですね。これはホンダもしんどいぞ、取り返すの。グッチさんが相打ち。おー、素晴らしい。グッチさんが止める。止めました。2周目のハルキングさん、2周目のハルキングさんが、2周目のハルキングさんが、おお、2周目のハルキングさんと聞いた瞬間に、100万ドルの笑みを浮かべて再び台に座ったさあ、どうなる。さあ、拷問勝負。さあ、竜だったり。いやー、グッさん頑張れ。さあ、なぜかグッさんが2回ハルキングさんと戦うことになっている。いやー、厳しい。厳しい、厳しい、頑張れ、頑張れ、頑張れ。5度、5度水上手出たの、今画面は押すわ。あー、腹ばいが、さすがに厳しいか。まだまだまだ2本ある。2本ある。あー、いい、素晴らしい、素晴らしい、素晴らしい。おっと、これは
やばい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 、あー潰した、ディビウス、いや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 、あお、ガード、あ冷静、お、マジか今の、あー待たれてる、恐ろしい、今日のハリケーンさん優勝でいいでしょ、これ16勝は。で、うん、このまま、なるほど、ハルキングさんの本だと、トモザさんのバイソンで決勝ということになります。ハルキング本だ対トモザバイソン、ファン先で、はい、ファン先ですね、ハルキングさんが非常にスタミナ的にどうなったところですかね、長年のプレイヤーですからね、何十年何百年やってくれるためなんで、スタミナは全く問題ないです、そうっすね、さあどこい吐かせて、ポイチョポイチョピヨじゃない、あいじめや厳しい、恐ろしい、さあ相打ちは無駄悪い、さあここは裏にいる、ポイチョ仕込まれていて、レベル値がやばいな、マジか、そんな取り方が、うわーそれは読めない、まずはハルキングさんが一勝、メロン様何その星、何その星、なかなか可愛い星です、さあぶっ飛ばして、うまいですね、さあしかし5カーまでこれで返すね、おっおー、素晴らしい、なるほど、マジかやばいぞ、やる、やり返して裏にいる、ああ3番手のところにかぶさった、これはしょうがない、ラウンド3ファイト、さあこれは惜しい、マジか、あれ止まるのやばいな、さあこれはチャンスか、これは確定、1対1、1-1ですね、うまい酒を飲みたい、そのためにトモザさんに勝利を目指す、マイソンステージになって、マイソンステージになったってことは、これマイソンが負けたら、あ、そうだ、自分の手が終わったか、そうですね、やる、どうしよう、もはや実況してないんだけど、俺やるとか言ってるし、いや自分もほとんどうなずきだってるから、さあこれはさすがにオイチを仕込んで、高めがさすがに投げかけ
クレイジーガードスイおー、素晴らしいリーチ、これで友澤さんリーチですね。これで友澤さんが次の試合勝てば優勝。そうですね。さあ友澤さんが2本取ってリーチをかっている。やばい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 。早い早い。早い。でない。奥だって。さっきからハルキングさんのこの遅らせがうまいんですよ。さっきは多分2回ほど決まって3回目のところで1回ほどだったから決まってるんで、それだけでちょっと遅らせてます。あー、なるほど。いやー、これやばい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 。あー、さすがに。さあ、お互いリーチがかかった、うん、次の試合がファイナルですね。第50回四季の細道決勝戦、最後の、はい、そうなんですね、そうですね、第50回にふさわしい素晴らしい試合。さあ、決勝戦最後の試合です。開幕グラウンドが下がって、さあ、これはない。あー、アンツビがちょっと早かったが、フォローバッチリ、やばい、うまい。おー、減った。最初の高い3番に。さあ、友田さんが先にリーチをかける。相打ち分代わり、やばい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 。これはピョットか、早い、ピョットだー、はい、あー、やばい。さあ、これを取った方が今日の優勝者。相打ちはバイソンがまあ大きいでしょう。あー、腹ばい、やばい、あの飛びの警告やばいが、おいしょ、相手どうする、ファイブ、あー、素晴らしい素晴らしい。なんと無敵のデニバリ真実があった。今日の勝者は友田さん、素晴らしい、おめでとうございます。本当はリガル優勝したかったけど、まあ、バイソンで、はい、ありがとうございます。おめでとうございます。さすがでした、友田さん。記念すべき50回の優勝は友田さんでした。おめでとうございます。じゃあ、のじゃいやりましょう。っていうか、のじゃいやりて。じゃあ、マイク切ります。じゃあ、なんかありがとうございました。優勝は友田さんのバイソンでした。なんか四季の細道もやったりやらなかったりで50回ぐらいやりましたので、この先も続けていけたらいいな、100回ぐらいできたらいいななどと思いつつ、じゃあ、あとはの試合をやっててください。お疲れ様でした。はい、そうだな、ちょっと
ほん。あ、はい、すいません、XA の皆さんにお願いがあるんですけども、次回の月例は8時半からなんですけど、10月の、11月からちょっと時間変えようかなと考えてまして、で、まぁ、あ、XA の皆様、何時ぐらいなら行きやすいのかなっていうのをちょっと知りたいので、カウンターの方にアンケート用紙置いておきましたので、行けるよってところに丸つけといてください、お願いします。時間がある時に適当でいいので。で、しばらく置いておきますので、よろしくお願いいたします。よろしくお願いいたします。で、基本的には、民主主義にのっとって一番票の多いところに、しようかなと考えておりますので。で、すべてゼロ票だった場合は、変わらずということになりますので、よろしくお願いいたします。変わらずか、店員が考えるか、どちらか考えます。一応、来やすい時間を知りたいので、すいませんがよろしくお願いいたします。